イリショーアは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。コマルカデベタンソスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1502人で、ある。カスティーリア語表記はイリジョア。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.15%。イリショーアは、アコルーニャ県の東北部に位置し、コマルカデベタンソスに属する。北は、 ミーニョ、ビラルマイオールと、北から、東は、モンフェーロと、東から、南は、アランガと、南は、コイロスと、西は、パデルネの、各自治体と隣接。自治体の中心地区は、イリショーア教区のオパソでイリショーア地区。イリショーアは、ベタンソス司法管轄区に属す。住民は7の教区の119の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のアントーニオ・デイベ・サンマルティン、自治体評議員は、ガリシア国民党7、ガリシア民族主義ブロック1、ガリシア社会党1となっている。イリショーアは7の教区に分けられている。太字は、自治体の中心地のある教区。ありがとうございます。